スタート。さあ、ここからスタート。4分間のタイムトライアルがスタートとなります。まずは日の風見、そして酒井龍太郎とタイムトライアル計測中に入っていきました。先ほどの公式練習時間中にもこの2台非常にいいタイムが出ておりました。酒井龍太郎はジュニアマックスクラスは確か初参戦、クラス上がってまいりました。カレット、そしてマイクロは今年で卒業ということになるかと思います。さあ、そんな酒井龍太郎が一つ上のクラス上がります。ジュニアマックスクラス、まずはいいタイムが先ほどの公式練習では出ておりました。そして中島紫苑ですね、こちらの中島紫苑も実はジュニアマックスクラスは初参戦のはずです。中島紫苑はずっと SSF で参戦してきておりましたが、ここに来てマックスのエンジンに変える形になりました。ジュニアマックスクラス、そして中島紫苑、いいタイムが出ていそうです。さあ、そんなタイムトライアル4分間となります。残り時間2分を切りました。残り時間2分を切りました。まずは計測2周年をほとんど終えたところで、現在のトップは酒井龍太郎、今回クラス初参戦のこのドライバー、そしてその後ろで走っております市宮もいいタイムが出ております。ここでこちらもクラス初参戦の中島紫苑が2番手タイム上がってまいりました。市宮翔太郎を超えて3番手、すごい勇気もタイムが出てまいりまして、ここで3番手に上がってまいります。広風見もいいタイムが出てきそうですが、今時点では5番手タイム、吉田光大、塩田総一郎、諸津二郎、松井からと続いております。もうこの面々見ると豪華な面々ですからね、誰が上に来てもおかしくない、トップになってもおかしくない、そんな面々でのこのジュニアマックスクラスのタイムトライアルとなります。残り時間は1分を切りました。タイムトライアルジュニアマックスクラス、残り30秒切りました。タイムトライアル、現時点でのトップは変わらず酒井龍太郎、ここで日の風見がやはりタイム上げてまいりました。日の風見が2番手タイム、ゲージバズ、そして中島氏、おっとここで市宮翔太郎がトップに立ちました。酒井龍太郎のタイムかわしてトップ。さあ、これで時間はもう間もなくいっぱいとなります。ジュニアマックスクラスのタイムトライアル、これで時間がいっぱいと戻ってまいりまして、酒井雄太のタイムを出すことができるか、現在2番手タイム、その先頭には日の風見、さあ日の風見からチェッカーを受けていく、日の風見のタイムは上がらず、酒井雄太のも上がらず、トップは市宮翔太郎変わらずです。